ケーニヒスベルク大聖堂現在のケーニヒスベルク大聖堂ケーニヒスベルク大聖堂はロシアのカリーニングラードにあるレンガ作りのゴシック様式の大聖堂。を、1333年から1380年の間に建築。10世紀にブルーセン人に布教したことで知られるプラハのアダルベルトと聖母マリアに捧げられた大聖堂。 市内を流れるプレーゲル川にあるクナイプ豊富に位置する。哲学者間との霊廟がある大聖堂でもある。14世紀頃大聖堂は小さな大聖堂にとって変わる形でカトリック教会としてサムランド司教ヨハンクレアの主張で建てられた。元の小さな大聖堂はアルトシュタットという地区にあってその建物の一部分を使っている。大聖堂の建築は1333年に 始まったとされる。大聖堂の建てられた土壌は沼地であったので、多くの木の柱が100本程度差し込まれた。50年の比較的早い期間で大聖堂は1380年までに、大型完成した。内部のフレスコ画の作業は14世紀末まで続けられた。聖堂には14から15世紀の壁画や、後期ゴシックの木彫りや、中世の記念碑など内蔵し、 コルネリス・フロリス作のアルブレヒト像はその中でも特に有名。プロイセンコン・アルブレヒトやその親族はこの大聖堂に埋葬された。1523年にルター派の説教がされ、それから1945年までプロテスタントの教会であり続けた。当初は二本の戦闘を持っていて1544年に日本とも火災で失われた後片方のみ再建された。 1640年に時計が戦闘に付けられた。1650年から図書館も大聖堂に設置された。1695年オルガンが設置される。1944年8月の第二次世界、大戦中イギリス空軍のニアに渡る空襲で街は大きく破壊され、大聖堂もこれによって大きく破壊された。空襲を免れるために100人ほどが聖堂に避難したが、 多数の死者が出てしまった。終戦後系にヒソベルクの街はソ連に割上され、カリーニングラードと解明された。また大制度は、長らく焼け残った廃墟のままの状態で放置されていた。1990年頃からこれを修復しようという動きが起こり始め1994年には、新しい戦闘がヘリコプターを使って設置され、1995年には、戦闘に、 新しい時計が設置された。1996年から1998年には、ステンドグラスや屋根の修復が行われた。先頭に設置されている時計には4つの鐘が設けられており1時間に4回ベートーベンの公共局第5番が鳴らされる。現在大聖堂はルター派とロシア正教会の2つの礼拝堂と博物館を有する。ルター派の礼拝堂は、 第二次世界大戦中に空襲によりこの聖堂内で亡くなった人たちのいた位置に設けられている。1982年。第二次世界大戦中に破壊された後そのまま放置されていたケーニヒスベルク出身の哲学者カントの墓は大聖堂の北東の角に接する霊病に収められている。カントの墓所。ありがとうございます。